そうよ。一応カメラ。ちょっとね、ちょっとね、ありがとう。ちょっとね、上がらない。ちょっと、ちょっと手伝ってくんね。っていうのはここ、もう本当に上がんない今。本当に。はいどうもおはようございます。いや俺が映ってる今。おはようございます。店長おはようございます。今日もお世話になります。はい電話してきます。6日に釣らせていただいてありがとうございます。今日もいっぱい釣れるということで、はい、今日も頑張ります。確実に釣れる、はい、確実に釣れるそうです。後でまた電話していただいてよろしくお願いします。いや今日はね三蔵さんも一緒に挑戦して今レクチャーしてます。いやこっち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 でも最近の釣れていない状況を考えると今年は当たり年、台風直前復調の兆しが見えてきています。台風過ぎてまた爆調するように期待してます。いや朝一城ヶ島沖に20隻ぐらいの船団が出来上がってます。まずここから勝負ですね。ちっちゃいなこれ。ちっちゃい。走んねえもん全然。でも深いからなカツオじゃねえと思うんだよな。あー大きくなってきた。大きくなってきたよ。うん、まあまあでも大丈夫。ちょっとこれを、はい、
くなってきた、大きくなってきた。うん、ありがとう、ありがとう。大きくなってきたよ、止まんねえもん、思ってるだけきついもんな。全然最初さ動かなくてさ、結構かかってるよこれ。いや出ちゃうな、ちょっと締めようか。いやこれ出てるよ。あいやでけえなこれ、でっけえよ、止まんねえ止まんねえ。いやいや糸出ちゃうな、これダメダメだこれね、これじゃダメだわ。いや思って、あー止まってきた。ラインがなくなっちゃうこれ。どかしてくんないかな、これ。いやいや走ったよ、止まんなかったもん、もう怖くてすげえ巻いてるもん。もう次走ったら終わりだよ。いやー俺これ一人で上げられないと思うよ。20、そんな切れないと思うよ。30キロぐらいまで耐えると思うんだよね。ああ、うわーしてきたね、クンクンしない、バレた、サメっぽいよ。走ったのサメ、うん。踏ん張れないの、場所が悪くて。座ってやったらいい。いやーこれはちょっとね、20キロそこらじゃないよ。なんかで浮いてんな、サメっぽいね。ちょっと切れてくんねえからもういいよ、クンクンしないじゃん。でも分かんないけどね、200ぐらい走ってクンクンが伝わんないかもしれない。そうよ、ちょっとね、ちょっとね、ありがとう、ちょっとね上がらない。ちょっと手伝ってくんね、っていうのはここもう本当に上がんない今。